はいこちらのあのバンドのカラーも今日の私の衣装に合わせてですね、えー、はいスタッフさんが選んでくれたとぜひ皆さん後ほどごゆっくりご覧ください可愛らしいねはいそんな可愛らしい彼女がですね、はい、あのそろそろのお時間を知らせてくれましたのではい判定の方をお願いしますわかりました、えー、今回はですねはいお願いします勝者アビルさんですおめでとうございます <laughs> 拍手 本当ですか。俺どうしても勝ちたいからまた開いたんですよ。それでもダメですか。どこがポイントだったんでしょうか。わ <laughs> かりました。また。<laughs> <ん>いやいいですよ。あのそこのやりとりちょっと,ょっと面白いそうですやりとりしてたんです。どうぞお願いします。どうぞ。<laughs> どこがポイントだったの？なんで俺負けたの？いや小沢さんはちょっとなんか現実感があんまりないというか。あ<ー>まあさっきも言ったんですけど、そのバレンタインじゃなくてもいいなと。 アビルはねやっぱりその結婚して今後先未来も考えたら夫婦仲良くするにはそういうコミュニケーション大事だなとカップルでもいいですしねそう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 夫婦でもカップルでもいけるかなと思ったから、うんうん、残念小沢さんすま<や> <laughs> んい,や本当いいよいやほんとすまんいやほんといいよいやいやいやすまんいやだからほんといいよえっ、ー いいそうですいいですか <laughs> はいわかりましたはいということでですねまだまだお話を伺っていきたいところなんですがで本当にまだまだ伺っていきたいところなんですがでお時間の方が俺らのことないでしょいえいえそんなことございませんでは最後にですね一言ずつあの今日いらした皆さん報道関係の皆さんに皆さんからメッセージをいただいて いきたいと思いますがましたではまずアビリュさん一言お願いしますはいえっ、ー、と今こう ipad とかパソコンとかって本当あの私の甥っ子なんかも5歳なんですけど、うん、結構もう操作できるんですよそうだよねそうだから、ね、なんかこのシムシティってそのどうしてもこう本格的で大人なイメージですけど、うん そういういなんかこう小学生から見たら自分はどういう街づくりをしたいのかなとかっていうのも見てみたいなと思いましたねもちろん自分たちで楽しむ以外にもその子供たちにこういう街があったらなんか理想だなっていうのを聞いてみたいというか一緒にやったらなんかより楽しいんじゃないかなと思いましたね。な、ね、なるほどね、はい、いそしててを買っったすすぐ後に、Mac、でイベントいいうなんかすごいあの ありがたかったです。<laughs> ありがとうございます。はい、素敵なバレンタインデーになるといいなと祈っております。さあ、そして小沢さんいかがでしょうか。あのまあバレンタインですもんね。じゃバレンタインの、はい、バレンタインを控えた女子にじゃアドバイスしようかな。お願いします、はい。あのギリチョコあげるときみんなさどういうチョコレートあげたらいいかわからないっ思うから、はい、ギリチョコはこういうチョコレートがいいっていうのがあるんですよ。あ、そうなんですか。ギリチョコは絶対に明治のチョコレートがいいと思う わけがわかんないだろ、お前。なぜかっていうと、明治のチョコレートは、対象じゃないから。本日の焦点、ここまでにさせていただきたいと。拍手でございます。焦点じゃないから、これ。いや、これぐらいなんです。さあ、じゅんさん、最後お願いします。なんで俺がいつも最後。いや、じゃ、あ伊藤さん、ここを締めていただきましょう。メッセージお願いします。メッセージ。はい。メッセージだよ。もう、何でも。届かなかったら、メッセージとは言わないから、届かせて。わかりました。 あの僕もシムシティ始めたいと思います<お>えー、後で詳しく教えてくださいえいっはいお写真の方まさかの動画のカメラマンさんが一回レンズからこう振ってはっ <laughs> っていう,うお前何してんだ <laughs> っていう いやでも素敵なねバレンタインになったらいいですよね,ね皆,さ皆さんでね、はい、素敵なバレンタインにお過ごしくださいはい、はいはい、ということで今日はですねゲストスピードワゴンの小澤和弘さん井戸田純さん浴びる優さんにお越しいただきまして本当に楽しいお話どうもありがとうございましたありがとうございました大きな拍手をお送りくださいあ,いあ,いあはい目線お願いいたしますあ神谷さん シムシティのシムシティの質問あるでしょう。いろいろ。<laughs> じゃあよろしくお願いします。お願いします。お,ますおはようございます。今日も。えー、ございます。まずあの<ょ>じゃあ小ささんは、俺、えー、はい、シムシティがまあ結構前からやってたということですね。そうですね。子供の頃何回か、えーえー、あの。 やったことある。よく聞いてたよね名前もね、うん。シムシティは僕らの世代みんな知ってると思いますよ。うん、伊藤田さんはどうなんですかそのそういう系っていうのは。僕ねゲームあんまやらないです、はい、本当のことを言うと。で小沢さんが横でいつもよくやってるから。<い>でシムシティっていうのは僕も小さい頃名前聞いたことあって。ええ、でなんか街を作るんだよっていうのを楽屋で聞いてなんかまあ楽しそうだなと思ったんで<い>まあ機会がこれなんでまあちょっと始めてみようかなと思います。今日見てわかりましたよく。分かんなかったです。<laughs> ちょっとは分かったじゃないですかはね本んにゲーム苦手で、えー、あの昔他のゲームでもなんか4人組のパーティーで遊ぶようなゲームあるじゃないですか、うん、自分で4人分操作するやつ、はい、普通例えばじゃ仮に3人でもいいけど三人だったら小沢糸田浴びるって僕は例えば全員のメンバーの名前つけて3人分操作するじゃないですか、うん、は 糸潤い糸潤って入れてるんですよだからどのキャラが誰か分かんなくなるんですよ潤ほんとゲーム慣れしてなくて、うん、っていうような僕でもシムシティはできそうな気がさすがです<ー>できそうですかはい<お>さ<っ>できますよねだってタッチパネルだからね捜、うん操作は簡単だから何か街作るんですって、うん、でその街がいかに便利なのか収益上げたりとかするんでしょそうだよっていうふうに教えてもらいました小沢さんに、うん <laughs> と、あのー、こイベントの人に <laughs> アビルさんどうですかはい私もあのシムシティはあは、のー、やったことがないんですけれども、うんあのー、携帯ゲーム、うん、っていうのはやっぱりその仕事の待ち時間だったりとか移動時間だったりとかに、はいうん、できるじゃないですかで、ね、今だったらちょっと娘寝かしつけた後がやっぱり自分の時間だったりとかするので、うん、なんかやってみようかなと思いました、ね。そううねちょっとした空き時間に あとはバレンタイン、まあ、確かに今おっしゃってましたけど、はい、もうすぐですけども畔蒜、はい、さんはこの結婚する前からご人さんにあげてたんですかそうです、ね、チョコレート。やっぱり男の人って結構、あのー、なんだかんだチョコレートの数を,数というかを気にしてるみたいで実はあのー、ちょっとしたチョコレートではなくて、あのー、プレゼントにしたんですよ。 そしたらぼそっとチョコレートはないのかって言われちゃったので<ー>プレゼントはカウントに入れてないとそうだからやっぱりバレンタインといえばチョコレートが欲しいっていうのはあるんだなと思って、ね、あるねなんだかんだね、はい、もらうと嬉しいしね、うん、しい結婚して1年半ですねはい井戸田さん何年持ったんでしたっけ 持 <laughs> っ,ったってどういう言い方ですか三年ですよです。まち <laughs> づくりは苦手だけど、子作りはできたもの。やけの、ま余計なこと言うな、お前。伊藤さんね。はい,はい、はい。バレンタインの甘い。なんか。思い出。うん 俺ね甘い思い出ないから小沢さんに言ってもらっていいですかそしたらそこで俺甘い言いますから。<laughs> <laughs> じゃあ小沢さんお願いします <laughs>。僕ね、でもね、バレンタインの思い出っていうのはね、あんまり甘い思い出ないんですよ。えー、ないんですかうん。っていうかまあ、普通だから、順に甘い言わすチャンスはないです。え <laughs> でも普通にあのね僕、チョコレート好きだから、チョコ毎日食べてるから。毎日食べてるの毎日食べてます。僕、枕元にチョコ置いてるんですよ。<ー>だから夜中パッと目が覚めたら、うん チョコレートをパッて開けてパッて食べてで人と遊ぶときはこうやって椅子の上にこうやって座ってチョコ食べて携帯電話をこうやって持つタイプのタイプの人間です僕エル<ょ> <laughs> に憧れてる<当> <laughs> 気づいた気づくなんかの <laughs> でもマジでチョコばっかり食べてますよ僕はあそうなんですかだからねチョコをずっと食べてきて分かったのは女性の人はバレンタインで高級なチョコレートを買いがちだけど男は意外とアポロが一番好きみたいな。 アポロが結局一番美味しいよねまあんかアポロに限らずんか高級なチョコレートちょっと俺らにはちょっと敷居が高いありがたいけどありがたいけどもううれないよ今年の今年の予定とかいないんですか今年ね俺も沖縄行ってんのよえ何しにドラゴンズのキャンプに行ってるんですよえ そうそう仕事でだから俺多分あの紅白戦とかオープンオープン戦じゃないななんか見てると思う試合ドラゴンズの小笠原君がちょっと気になってて今ドラフト1位のねお二人オスピードラン乗って今年じゃもらういや多分ね相当毎年もらってると思うんですよファンとか普通ッればそうでしょまあ2個だけどね1台で1個運んでくるからそのドライバーが1個持ってくる スペースの無駄だねちょっとすみません固まってない固まってないですこのくだり本命はないんですかないですねないんですかモテるでしょう、えっモテるように見えてんのアメるから見てモテるように見える多分まあモテるえどっちがモテそう正直言ってごらんどっち伊藤田さんかなでしょうねいや、なんかあっそう。 小沢さんはね、なんか趣味の時間で忙しそうなのでそうそううん、相変わらずマージャンとモンスターハンターとシムシティの毎日です危なかった滑り込んだ <laughs>